私の1話の衝撃はね、剣持だな。剣持がさ、もう初日からさ、なんかこのマネージャーがなんか買ってきてくれるよ、なんかいりますかみたいな。んじゃあ私はおにぎりとか、前本なんか米食わずにパスタ食べてたんだけどね、本当に。本当、ダメだわ。米食えよ、と思ったけど。前もとパスタ。ケモチシュークリームとか言って。え？まあでも1日目だから、まあ、シュークリームあるかと思って。まあ、2日目ですよ。ブルーベリーのフルーツサンド食べてた。2日目。え？え、そこで私はもう、あれ女子か？女子じゃん。隣で。次の日、なんかチョコレートって言って。んで、なんか今までね、ちょっと普通のダースみたいなチョコやったけど、クッキーついてるチョコでね、喜んでた。アルフォートで喜んでた。アルフォート安いのにな。あ、これ美味しいやつとか言って。もう女子だな、本当に。マジ？なんかね、ちょっと可愛さあるわ、気持ち。なんかあんな生、いつも生意気だったんだけど。なんか可愛さ出してきてる、最近。ロリが好きすぎて。ロリ好きすぎてロリになってるの。私もう負けてたよ。こいつ可愛いやつやん。可愛い枠狙ってんのかな？とんがりコーンみたいな顔して、あ、ね！塩辛いの食べないんだと思って。めっちゃ甘党やね。いや、私より全然女子力高いね。さすが、びっくりしたわ、私、マジで。